結局、純正だよね。結局、純正品の方が良かったものを3つ紹介します。まずは、AirPods Pro。これを買う前に使っていた安いイヤホンは、長持ちしないか、半年以内に壊れることが多かったんですけど、AirPods Pro はもう2年も使ってるし、一度も壊れたことはありませんでした。結局、こっちの方がコスパもいいし、もちろん Apple 製品との連携も抜群。ライトニングはどうにかしてくれ。次は、このトラックパッド。これは、向き不向きありそうだけど、結局、一番早く作業が進むのは、このトラックパッドでした。これに慣れておけば、外出先でも持ち物を増やすこと ことなくく作業効率を維持できますライトニングはどうにかしてくれ最後は最近買ったこのキーボード最近ありがたいことにこういう質問をたくさんいただくんですけど本当にありがとうございます僕が一番思うのは同じキーボードを使い続けること普段持ち運ぶ MacBook と配列が同じで打鍵感も同じこの純正キーボードぜひお試しあれライトニングはどうにかしてくれ結論純正品しか勝たんライトニングだけはマジでどうにかしてくれ